はい、シェフの吉見です。急遽動画を回してるんですけど、令和の虎出てすぐに、ホテルに帰ってきてすぐの感想を撮れたらいいかなと思って、今動画をちょっと急遽回しております。まあ前半部分で、いろいろ突っ込まれてた、売却返済だったりだとか、事業が進展していないのに対して返す必要があるのかだとか、ホームページ制作を一度お願いしていたからそこで、必ず作らないといけないのは経営者としてどうなんだみたいな、ご指摘を受けましたけど、結局それは今まで店舗オープンして3ヶ月で従業員に裏切られて、さらにすぐにコロナが来て辛い時を、まあ、自分一人とは言わないですけど、本当に一人で追い詰められてた時期があったので、ダメな時の精神状態というか、ダメな時の人間の気持ちがすごくわかりますし、ダメな時に助けてくれるっていう人たちって本当にあのリターンを求めてないというか、オンラインサロンメンバーの方たちで、一番最初に投資してくれた人たちって正直何人も本当に優しい方ばっかりで、お金いつでもいいよって言ってくれたりだとか、帰ってくると思ってなかったとか、別にもう返さなくていいんじゃないっておっしゃってくださる方たちばっかりで、なんかもうそれに甘えるわけではないんですけど、なんて言えばいいんですかね。利他精神っていうんですかね。自分に利益があると思って、で助けてないと思うんですよ。助けてないというか、リターンを求めてしていない行動ってしてくれる人ってなかなかいないと思うんですね。それも関係性ができてたりだとか、例えば、自分の親兄弟とかはもちろん頼み込んだら、それは血縁関係にあたる人はやってくれると思うんですよ。令和の虎を始めてオンラインサロンメンバーの方たちも、特にオンラインサロンメンバーの方たちに僕何が言いたいかっていうと、動画でしか見てないわけですね。動画でしか見てなくて、直接会って人となりとかを見てないのに、動画を見て1時間ぐらいですよ。1時間ぐらいで、自分のお金が返ってこない可能性があるのに、僕に、かけてくれたっていうことに対して、僕はやってもらった以上に、その、返したいですね。なんで、何としてでも、別に自分が、本当に首が回らなくなるまでは、自分が貧乏な生活しようが、何としてでもお金を作って返していきたいっていう気持ちで、別にその令和の虎出るのが全く緊張しないとか、しんどいですよ、令和の虎に出るのも。ね、カメラもいっぱいあって、虎の方からいっぱいいろんなこと言われて、今回の麻婆豆腐を作るにあたって言えないというか、誰かに被害が加わるんで、放送できない辛いこともいっぱいあったんですけど、そのリターンを求めずしてくれたことリターンを求めずにしてくれた行動に対して、僕もそこはリターンを求めずに必要以上に、そこまでやる必要あるのっていうぐらいまで、僕はしてもらったんだから僕もお返ししたいっていう気持ちで、今回、ね、正直大変でした。資料を作るのは本当に大変です。はい。お金も時間もかかります。でも、それは、その前にいろんな人が時間を使ってくれたんで、僕も頑張って、今回何としてでも、商品を売って、利益を上げるというよりかは、今回本当に美味しいのができたんで、それをご家庭で作れるっていうのと、今回僕あんまり動画内でビジネスの話というよりかは、この麻婆豆腐の特徴っていうのも伝えたかったんですけど、伝えられなかった点もあって、今回麻婆豆腐中辛なんですけど、お好みで、辛いのが苦手な人は、ラー油も山椒もかけずに、そのまま召し上がれる味付けになっていて、辛いのがめっちゃ好きっていう方は自分でラー油って結構簡単に作れるんで、
ラー油作ったり、で、山椒もね、いろんな種類の山椒があって、あの、痺れの、強いものから、香りの強いものって、いろんなものがあるんで、山椒もね、まあ、小袋で、つけれたりもするんですけど、で、商品によっては、山椒自体、山椒油だとか、山椒自体を麻婆豆腐の中に入れちゃうっていう、麻婆豆腐の素もあるんですけど、麻婆豆腐の中に入れちゃうと、山椒独特の苦味だったり、えぐみっていうのが出てくるんで、僕は、あえて、こだわる方には、こだわれる余地を、残した方がいいのかなと思って、山椒は、やっぱ削りたてがすごい香りいいですし、うちのお店でもそうなんですけど、やっぱミルに入れて、仕上げに振るのが一番美味しいです。なんで、麻婆豆腐、家で作りたいけど、やっぱ調味料を揃えるのってものすごい大変なんですよ。僕の店では今、豆板醤、ソース、僕の、極うま麻婆も、豆板醤を3種類使ってて、豆板醤3種類揃えるところがまずハードル高いじゃないですか。ご家庭で。豆板醤自体1個買ったって1個余らすみたいなこと。1個賞味期限内に使い切るっていうのが難しいぐらいなんで、そこにさらに豆豉なんてね、麻婆豆腐以外何使うのっていう方がほとんどだと思うんですよ。てか豆豉自体、知らない人もいっぱいいると思うんで、そっからこだわるんやったら、たまり醤油とか。なんで、そのベースの部分はめちゃくちゃ美味しい麻婆豆腐ができてます。そっから辛くするも。辛くしないもん。ネギが嫌いな人はネギを抜いて。でも僕はおすすめはネギ入れてもらった方がいいです。ネギと、あと、ね、葉ニンニクっていうのがあるんですけど、まあ葉ニンニクはなかなか手に入らなくて、そこまでこだわる必要はないのかなと思うんですけど、ネギとラー油と山椒は入れるのがおすすめです。なので、今回値段も別に麻婆豆腐の中では安くありませんけど、本当に自分が納得いくレベルの出来のものが仕上がったと思ってます。本当に皆さん、麻婆豆腐ってすごい好きな方多いと思うんですよ。ただ、僕、麻婆豆腐あんまり店で頼まないんですよ。他の。これ脱線していくな。だから麻婆豆腐ってすごい、まあ、共感してもらえる人いるかもわかんないですけど、店によってすごい当たり外れがでかい商品でもあるんで、無駄に辛かったり、なんでやろう、食べれないレベルで辛いっていうのは僕正直料理だと思ってないんで、食べれないぐらい辛かったりだとか、逆にもう、ね、まあ、この辺はちょっと脱線していくんで、この辺で、切り上げます。はい。とりあえず今日ちょっと話まとまってないところも多かったと思うんですけど、この令和の虎に出て、この帰ってきたてのすぐの感想っていうのが、もう、ホットな感想かなと思ったんで、今回急遽、ホテルで、動画を撮らせてもらいました。はい。ちょっと一旦仮眠します。本日は多分これを見てくださってる方はほとんどの方が令和の虎を、ご覧になって、この動画を再生してくれてると思うので、今後も藤森のことをよろしくお願いします。あと、麻婆豆腐と XO ジャンカレーも美味しいんで、よかったらお買い求めください。ありがとうございました。